リリ・ブーランジェはフランスの作曲家、音楽一家に生まれる。祖父フレデリックはチェリストで、祖母ジュリエットは歌手。父エルネストはオペラ作曲家で、パリ音楽院でローマ大賞音楽部門に輝いた経歴を持つ。後母校で声楽教師を務めた。母ライサは、旧姓、ムイジェツカヤといい、ロシアの公爵令嬢だった。結婚するまでエルネストとは、パリ音楽院で師弟関係にあった。著名な音楽教師、ナディア・ブーランジェは、リリの姉である。ブーランジェ夫妻の子供のうち健康で長寿を保ったのは、第二子ナディアだけで、長女は生後間もなく急死、リリ自身も臓器に障害があって医師に短命を予告されていた。にもかかわらず2歳で、振動ぶりを発揮し、家族によって英才教育を施された。語学力と並んで楽器の演奏能力、とりわけ初見演奏に秀で、ピアノ、バイオリン、チェロ、ハープを得意とした。4歳の時から姉にくっつき、パリ音楽院の講座に潜り込み、音楽の知識を吸収。長じて、リリ自身も正式の学生となり、オルガンをルイ・ビエルヌに師事しながら、音楽理論と作曲を、最初は姉ナディアに、次いで、ポール・ビダルやジョルジュ・コサード、フォーレに学ぶ。フォーレは、ブーランジェ姉妹の父で同僚のエルネストと親しく、リリのことを幼児期から可愛がり、歌曲の楽譜をブーランジェ家に持ち込んでは、リリに演奏させていたという。1899年に、エルネストが他界してからは、フォーレは、ブーランジェ姉妹にとって、父親代わりの役目も果たしていたようだ。1913年にカンタータ、ファウストとエレーヌでローマ大賞を受賞した。これは4度の受験の末に断念した姉、ナディアの苦渋と屈辱をリリが代わってすすいだ面もあり、一方ナディアも妹の力作を手引きしたようである。リリ・ブーランジェの作品は色彩的な歌声と楽器法、歌詞への巧みな曲付けで名高い。また、幼くして、老齢の父親の死を体験し、自らも常に死の影に脅かされていたことから、喪失感や不安、悲哀の感情も彼女の作品を特徴づけている。彼女の作品には、フォーレやドビュッシーへの理解が見受けられ、彼女の独創的な作品は、少なくともアルトゥール・オネゲルに影響を及ぼした。免疫系が侵される。気管支肺炎を2歳で発症したのに始まり、ついには腸結核を併発して24歳で若い命を散らすまで、リリの生活と活動は宿話に苛まれ続けた。旅行を愛し、ローマ大賞受賞後に、イタリアでいくつかの作品を完成させてほどだったが、健康の衰えのために帰国を余儀なくされた。帰国後は、病身を投げ打って、第一次世界大戦に従軍する。フランス人兵士を支援するため、姉ナディアと共に文字通りに再審奮骨した。リリは最晩年も未完成の作品を仕上げるのに尽力したため、音楽的に実り豊かな時期を迎えることができた。しかし、一生のうちの大半を費やしたメーテル・ランク原作のオペラ、マレーヌ・ビメは完成させることができなかった。リリは、アルカションで絶筆のピーエズを口伝筆記で完成させた後、混沌して永眠した。亡骸はパリのモンマルトル墓地に埋葬されている。フルート奏者林、リリコの名はブーランジェにちなんでおり、さらにフラウト、トラベルソ奏者の前田リリコは、林の名にあやかっていると言われる。フランスの天文学者、ベニヤミン・ジェコフスキーが1927年に発見した小惑星リリとは、ブーランジェの名前にちなんで命名された。ありがとうございます。